みんな、ローソンのスタンプラリーはもう全部コンプリートしたかな？アソブームでは今年のスタートインクルプリキュアと去年のハグッドプリキュア、おととしのキラキラプリキュアアラモードのスタンプラリーを全部コンプリートして3年分、3つのプリキュアのステッカーが集まったよ。3年分のかわいいシールがたくさん。今日は集めたシール3年分を紹介しちゃうよ。みんなが欲しいシールはあるかな？まず一番初めはキラキラプリキュアラモードのシールを紹介するよ。このシールは映画キラキラプリキュアラモードパリッと思い出のミルフィーユの映画の前のスタンプラリーのシールなんだよね。パリを舞台にプリキュアのみんなが大切なものを守る、そんな素敵な映画でした。シールはキュアマカロンやキュアホイップ、キュアパルフェにキュアカスタード、キュアジェラートにキュアショコラ、それからペコリンがいたよ。全員大集合のとっても可愛いシールでした。そしてもう一枚のシールはプリキュアたちのセリフ付きのシール。葵ちゃんが燃えてきたって言ったり、ひまりちゃんがスイーツは科学ですって言ったり、いつかちゃんがキラッとひらめいたって言ったり、メッセージがたっぷりのとっても可愛いシールだよ。お友達にお手紙を送るときに使えそうだね。いろんな表情をしたペコリンも可愛い。プリキュアたちのいろんな表情が見れるとっても可愛いシールでした。素敵。そして去年スタンプラリーでゲットしたシールはこちら、ハグッドプリキュアのシールだったよ。まず最初にゲットしたのはプリキュア全員集合のこのシール。新しく仲間に加わったキュアアムールやキュアマセリもシールにいたね。キュアエールにキュアエトワールに、それからキュアアンジュ、あ、ハグタンも発見。プリキュアの素敵な一面がたくさん詰まったとってもキュートなシールだったよ。そして2枚目はみんなのお仕事体験コレクションシール。キャビンアテンダントや、それからお花屋さんやお医者さん、アイドルにみんな大変身。キャラクターのセリフのついた可愛いシールもあったよ。素敵。とってもキュートなシール。ハグッドプリキュアのスタンプラリーで集まったシールはこんな感じでした。そして今年のスタンプラリーのスタートインクルプリキュアのシールがこちらだよ。じゃじゃーん。まず1巡目のスタンプラリーでもらったシールはこちら、キュアスターのシールにキュアミルキーのシール、キュアセレーネにキュアソレイユに、新しく仲間になったキュアコスモもいて、全員集合のとっても素敵なシールだよ。あ、忘れちゃいけないフワもいたね。そしてスタンプラリー2周目でゲットできるシールはこちら、みんなが海に大集合、水着で夜空を眺めてる素敵なシール。みんながお星様でキラヤマ、まどかの水着姿は大人っぽくて、ララとヒカルの水着姿は元気いっぱい、ユニとエレナの水着姿もすっごく可愛いね。みんなで素敵な夏の思い出を作ってる途中かな。今年のプリキュアシールはこんな感じでした。今日はプリキュアスタンプラリーで集めた3年分のシールを紹介したよ。シール大好きっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。この動画が面白いなと思ってくれた人はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。みんなの動画を見終わった感想もお待ちしてるよ。それでは今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。この8つの卵のどれか1つだけに5玉が隠れているよ。どの卵に隠れているかみんなわかるかな？正解は紫の隠れ玉にキラリスが隠れていたよ。紫の隠れ玉を選んだ人は大当たり。おめでとう。
動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。